男性信任について伺いたくメールしましたといつも配信楽しく拝見しておりますありがとうございます私はなぜか男性同級生や妻子持ち等から都合のいい女として扱われることが多いです普通に友人として一緒に映画を見に行ったり食事をしたりでも帰りにホテルに寄ることが多々ありました今まで好きになった人もあちらに彼女がいたまま体の関係になったりしたこともあります 私自身は身を緩く見せているようなことはないように気をつけているつもりです。やはり私が緩く見えるんでしょうか、えー、男性はこいつならいけると思ったらセックスをしたいと思うものでしょうかというメールをいただきました。なるほどね。まあ確かに男の中であえてそういう緩そうな人とか狙っていく人もいるとは思います。確かに。うん、だけどみんながみんな男はそういうわけじゃなくて 都合のいい女っていうよりかは、落ち着くんじゃない落ち着く。その、妻子持ってる人とか、その彼女を持ってる男の人に好かれるっていうのは、その、落ち着くんだと思うんだよね。要するに、相方がいる人って、絶対幸せかって言ったら、そういうわけじゃなくて、ストレスも抱えてると思うんだよね。なんなら家族持ってる人。そう、家庭がある人って、 過程を持ちながら生きてるわけけですけどストレスを抱えてたりする人もいるんだよね。だからそういう男の人って、なんかちょ,ちょっとこう自分が癒されるような落ち着く場所を求めるんで、だからあなたが落ち着く人だからこう寄ってくるっていう可能性もある。これはめちゃくちゃポジティブな言い方ですけどね。あと、ただ単にあなたがエロいっていう可能性があるでしょ。<laughs> 要するに なんかその、あなた自身は気づいてないけど、彼女や奥さんを持ってる男からすると、なんかエロくて、なんか愛人じゃないけど、その、付き合うわけじゃないんだけど、置いときたい女みたいな、そういうエロさがあるっていう可能性もある。多分、このメールには書いてないけど、その、相手に相手がいるけど、多分あなた嫌な思いしたことないよね。多分大事にしてもらえてるよね。 その最子、最子持ちの男性や、彼女持ちの男性から大事にしてもらってるよね。多分置いときたいんですよ。本当になんか別にやるだけの関係だったら大事にしないと思うんで、このメールに書いてないけど普通に映画行ったり食事行ったりってことはデートしてくれてるわけじゃないですか。だから、あの、エロい可能性があるね。全然怒んないとかね。ほんと落ち着くしエロいかもしんな、ね、い。だから、恋愛をしたい男からすると近づけないんよ。 あ絶対この人って男いるよねみたいな。多分は俺好きになっても付き合えないだろうなとか絶対彼氏いるよなみたいな。だから男が好きになるタイプじゃないんだろうね、きっと。それ愛人系で恋愛はもう高嶺の花みたいな感じで引いちゃうんだと思う。だからなぜか知らないけど自分では分かってないけど相手がいる人ばかり自分の周りに集まっちゃうっていう。こんな感じなんじゃない、まあ、よかったら顔とか送ってくださいよ。うん、放送で出しますけど。みんなで見ますよ。 女は顔見ればわかるんで <laughs>。顔出真とか送ってくれれば、俺も一発で見るんで、あこのタイプの女かっていうのがわかるんで <laughs>。顔送ってくれれば。出しますけどね、画面に。画面に出しますけど。いや、多分、想像してる系の人だと思うんだけどな。うーん。まあ、だけど、一個言いたいのが、そういう男性が寄ってくるのはあなたもどうしようもないじゃん。そういう人が来ちゃうわけだから。でも、俺一個言いたいのは、そこからセックスはお前の責任やぞ。 うん。飯食って、映画行って、セックスまでの流れは、あんたにも責任あるんよ。そういう男が寄ってきてしまうのはしょうがないけど、なんでエッチしたんよ。それはあんた。男関係ない。うん。寄ってくることは確かにわからん。それは。それは分からんし、そういうことあるかもしれないけど、なんでそういうことを自分で分かっていながらエッチすんの別に男がエッチしたいって言って別に自分がしなければいいじゃん。付き合ってからにし、しませんかとか。相手いる人とは無理ですって言えばいいじゃん。自分だってやってんじゃん。うん。 そこ、うん、だから、やっぱりそれを、新たに近づく男性は見抜いてて、あ、こいつ押せばいけるんじゃねえのっていう。あ、結局、俺に相手いても、この女もやりてえんじゃねえかみたいな。例えば、それが自分の服装からにじみ出てるとかね。口では言ってないけど、なんかやっぱセクシーな格好をしよとか。うん。だと思いますけどね。だって、彼女行って妻子持ちとか、ある程度恋愛経験ある男たちばっかりだと思うし、ミニスカ、胸パカだったりしてねっていう。 だから一番面白かったのが紹介してくれとか言ってコメントを何個か流れたのが面白かった。オアシスじゃねえかみたいな。<laughs> だからこういうとこいっぱいいるんだよ。だからこういうメールもらってすぐ、あ、この女いいなみたいな思う男がいっぱいいるのだからそういうとこに寄られてんだよ。もうコメント見たらわかるじゃん。ちょっと読んだだけで来たーみたいな、いい女だなって。男のいい女って見た目ばっかりのいい女じゃねえからな。出会えるか出会えないかって大事だよな。そう。デートできるとか、エッチできるとか。もういろんないい女があるわけだから。 何のいい女なかは言ってないわけだからね。うん。のりさん、アドバイスありがとうございました。あ、さっきのあの、フェロモンっぽい女性ね。うん。なんか、最新持ちの男とか寄ってきちゃう人ね。えー、以前、AV 女優とデリヘルをしていたので、自分が気づかないところで、フェロモンというか緩いのかもしれないです。えー、これからはノーセックスを心がけていきますってことで、なんか、写真を。<笑><笑>これ、晒していいのこれ <laughs>。いや、ちょっとね、あのさ、これ何これこれ、出していいのこれ。 これ、マジで顔写真送ってきたんだけど、これをさ、出していいんですか、これ。俺だけ見ろってこと。これ、ちょっと、こ, <laughs> これ何なの、これは。これ出していいってことだよね。俺だって出していいって言ったもんね。一応目元モ,モザイクかけるわ。一応、一応目元モ,モザイクかけてウッぽさせていただきますわ。はい。一応、一応ね、一応、一般の方なんで、リスナーなんでね。うん。 <laughs> もこ俺はまあもちろん隠してないやつが怒られてきたんですけどこれみたいですよでもねやっぱねいやでもあのこれはモテる、うん、これはモテるよスタイルもなんか男性が好きそうなムチムチっとした感じで今もしこの放送見てるんだったら横山みどりがガタってなってんじゃないかって、うん、もう一個画像あるんだけどねもう,個も,もう一個も画像はあるんですけどね こん,なこんな感じでね。うん。2枚送っていただきました。まあ僕の方は、あの、自信ありすぎ。いやでもモテるんじゃないやっ,ぱせやっぱりフェロモンタイプだったね。うん。寄せ付けるんでしょうね。まあでも、自信過剰っていうか、多分もともと仕事とかで使ってたやつじゃない女優もやってたって話だしね。ただしなんか画像がちょっと古いんで、今現在50歳とかの可能性もあるよね。<laughs> 失礼な話。ちょっと年季が入ってるんで、令和で、 数えると、そこそこの年齢いってる可能性もあるもんね。姉さんの言う、姉さん、姉さんの可能性もあるね。うん。そう。時代を感じる加工だよなっていう。うん。だって今だって写真の右下にハート書く人いないでしょ。<laughs> 昔の j ンのメールじゃないんだからさ、ブーンってやんないでしょ。うん。私はいつまでもやりますよろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。 お疲れ様でしたセンキュー